どうも、石井です。さあ、本日の怪談を浴びる会に来ていただいたのはこの方です。どうも、ライスの関町です。よろしくお願いします。いや、その、どうもが笑ってるじゃないですか。いや、笑うよ、それは。勘弁してください。ずっと肌綺麗ですね。いやいや、それはいいんだけどさ。ニキビできてる、ここに。あ、ほんまや。年末で。免許できてませんやん。免許とかじゃなくて、これ、早いって、怪談を浴びる会、2回目。いや、でも、この間、本当に陣田所陣さんはそうでしょう無理やり引きずり出しましたから。でもいや陣はまだあるからいいじゃん。陣さんむちゃくちゃ怖かった。ほらむっちゃ怖くて、で関町さん一本取らせていただいたじゃないですか、いやむちゃくちゃ再生されてますよ。いやそれはなんでなんだろうね。だって別にその大した話はしてないじゃん言ったらね。でもあこの嘘のつきようのない方がほんまにこの体験してんなって思ってたら怖ってなったんですよ。あとパワーアップしすぎじゃない？なんか俺が出て最初に出た時よりもこのすごいとこになってるじゃん。もうそうなんですよ。このスタジオを使わせていただいて本当ありがたいです。もうあの方のおかげです。あの方ね、はい、もう映ってないですけどもうすごい腕力でいろいろ話まとめてくれて忙しいじゃないですか。いや忙しくない、ただ来ただけだ今日。だって大阪の今 NGK の出番終わって新幹線を、え東京駅で降りたんすか。そうだよ、東京駅で降りてループで来た今。なんか逆にこっちの方がなんか近くまで行けるんじゃないかと思って。いや嬉しいです、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、すいません。このチャンネルはですね、まあもう一度言わせていただきますけども、まあ本当に自分が体験して不思議やなとか怖いなとか、お化けでもお化けじゃなくても何でもいいんですけども、例えばある先輩やったら師匠にバチバチに切れられた話とか、あなるほど、もうえぐい遅刻したとか怖って思った肝冷やした話をしていただくのが怪談を浴びる会としてさせていただいてるんですけども、あそういうのでもいいんだ。そうです、そうです、もう全然何でもいいんですけども、あお化けとか人コアが好まれるだけで、そんな別に縛りはないんですけども、そうなんだ。そうなんです。で関町さんが出てくれてるっていうのがうちのチャンネルのも色なので、だってすごい稲川淳二さんの背中見えないでしょ、見えない、全く見えない、違う山に登ってるでしょ。なるほど、逆にだからその見えてない人がいいんだ。はい、いいです、いいです。ああ、なるほど。ちょっともう本当に前回だって、前回の時点でも結構俺話して 2,3 個。いやでもあのギャグライドの話、いやあれはだから実際体験した話だから、あの概要欄に貼ってますので、むちゃくちゃ怖いです。これ想像してみてください、本当怖いんで。そんな、関町さん、はい、今回はどういうジャンルというかどういう話ですか。いやそれは一応その怪談って聞いたから、ちょっとその似たような怖い系を、うわ嬉しい、な不思議だなって思う話は、うわそういえばあったなと思って。えじゃあ乱発してくれるって話ですか。そのふざけてるじゃん一番。その乱発ってあんま言わなくない、怪談を。乱発ってなんかすごい雑な話の感じがするの、すごいなんか。いや乱発にそんな引っかからなくて引っかからなくて、いや全部言えよ。今メディアにおもちゃにされようとされてる方が真剣に怪談するの本当に楽しみです。最近もう慌てふためいてたら終わるんだから、ああっつったら OK でーすって、何が OK なんですかって思う。いやいや全く、今日はちょっと真剣にちょっと、はい、いやこれはもう本当に話させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。これはね、もう10年以上前かな、はい、普通に家にいた時の話なんだけど、はい、うん、で今住んでるとこが1階なのね俺、はい、で庭があって、はい、でもう塀があって反対側も空き地みたいな感じで、まあ一軒家とかその横にある感じで、ね、そこだけ空き地になってるみたいなイメージね、はい、で俺は夏場だったんだけど、その窓を開けてなんとなく横になってて、もう夜中だったんだ、もううつらうつらでも寝ちゃいそうな感じ、なんかスマホとかいじりながら横たわってただけなんだけど、なんかもう眠たくなってきたなと思って、一番幸せな時間、そうそうそう、ね、一番平和な時間を送ってたんだけど、そのこう横になってたら空き地のところからこうね男女の声が聞こえた。もうね夜中1時ぐらい過ぎてるぐらいなのに、まあ空き地でなんかまあ若い男女のカップルの声みたいなのが、ああ青春やな。そうで多分夜中だからなんかそんなに大声じゃない、うん、でもまあ普通にちょっとこっちに聞こえてくるぐらいの声、はあはあ、
なんとかみたいな、うん、最初はなんとなくうっすら聞こえて、俺も眠たいからなんとなく、あ、カップルがいるなみたいな感じで、うん、でなんかなんとなくこう研ぎ澄ましたら、なんかこう頑張って頑張ってみたいな、頑張ってみたいな感じの、なんかほうほうほう、いやでも不安だな私みたいな、なんか何やろ、何やろ、大丈夫だよ、なんかじゃあ俺いるし別に大丈夫だってみたいな、なんか青春、青春で声も若い、なんかこう、あ、なんか高校生ぐらい大学生ぐらいがなんかこう、うん、こうじゃあだべってんのかなと思って、うん、いいっすね、そう、うん、で大丈夫大丈夫みたいな、うん、でなんとなく聞いてたら、なんか一辺倒なこの波長というか、その感じが、波長が一辺倒、トークの感じが、二、うん、人で喋ってんだけど、なんか大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だってみたいな、何を頑張ろうとしてんのかよくわかんない、はあはあはあ、うん、でなんとなくその感じの会話聞いてたら、なんか変な二人だなと思って、だからその会話自体があまりにも長いし違和感あったんですね、うん、そう、はあ、で庭挟んでも塀挟んで脇地のとこにいるっていう感じだから、なんかちょっと気持ちの悪さというか、なんか、うん、怖いとまでいかないんだけど、うん、何なんだこの二人みたいな、でもなんか眠いからこうなんとなく聞いてて、でもずっとその会話ずっと、うん、いけるいける絶対いけるからみたいな、なんかずっと聞いてて、で俺そのまま寝ちゃったの、うん、不思議だなと思いながら、で起きたらなんとなく残ってて、うん、なんだって昨日そういえばずっと喋ってたな、気持ち悪かったなあの二人みたいな思って、うん、まあなんとなくこう仕事の準備して、うん、で家出て、でもうそこ普段通らないんだけど、うん、あ、ちょっと、うん、なんとなくこうこっち側から空き地の前通って、うんうんうん、ちょっと仕事行こうと思って、うんうんうん、普段と違うルートからバーッと回って、うんうん、まあ要はうちのマンションの反対側の道をこう歩いて、うん、なんとなくパッて空き地見てみたら、昨日ここで多分2人喋ってたんだよなと思いながらパッて見たら、うん、そこにもう普段何もない空き地のとこに、何にもない何にもない空き地のとこに2本のピッカピカのひまわりがグーッと2本咲いてたのマジでもう今日咲いたみたいな、ピッカピカのひまわり、ピッカピカがなんか光ってんの、なんかもうなんか夜露みたいので、なんかちょっと雨かなんか降ってたのか分かんないけど、ピッカピカでキラキラしてて、はい、で俺なんかそれ見たら、はい、涙がこう自然になんか出てきて、嘘つけ、じゃあ本当なのよ、本当なのよ俺だからそうめちゃくちゃ不思議な体験だった、え、ちょっと待ってください、夜露のピカピカのひまわりを見て涙が流れ、うん、なんか分かんない、勝手になんか分かんない、その二人の声がそのひまわりかだったかなんていうのは本当に俺がひまわり、多分ひまわりだったんですよとは言わないけど、この全部がつじつまったのよね、頑張って頑張ってとか、この二人のなんか平行線みたいな感じとかが、二人の平行線、だからひまわり同士の会話が、うん、笑ってもらってるやん、だから絶対、だから本当なんて、それは、あ、それは前もお女子にも話したと思うけど、もしかして前回一本撮った後、うん、もう一本撮りましょうかって言った時に、うん、いやどうかな、ちょっとあまりにもぶっ飛びすぎててって言ってたのは、うん、このひまわりの話だったんですか、マジで、そう、これも伝説になります、このチャンネル史上、伝説の話ひまわり、そのウームの方も貸さなきゃよかったみたいな顔してるんですよここ、このスタジオと照明を貸さなきゃよかった、わざわざセットしなきゃよかったなって、でもいやこれは本当リアルな不思議な話として俺は話させてもらってます、今、あ、だから自分が、うん、例えばその時にパッて見てひまわりだけやったら、あ、ひまわりが喋ったんかなと思いますけど、うんうん、その空き地っていうのはひまわりの前にちょっとしたスペースがあって、うん、男女が喋れるスペースとかはあるんですか、もちろん空き地で普通に、まあ、なんか立ってこうちょっとたむろするじゃないけど、え、それやん、ん、それでも長いしずっと平行線立ててその話が、頑張って頑張って大丈夫だってとか、なんかよくわかんない話ずっとしてんだよ、ひまわり、うん、その次の日もうその前日までなかったのにひまわりがバーッと咲き誇ってんのそれで俺涙してんのよ、何かあったでしょそれは、絶対感情が動くほど綺麗やったひまわりやから、うん、もしかしたらあの会話ひまわりが喋ってたんちゃうかなって思うちゃう、そう、なるほど、でもまあ関町さんがこの話をわざわざ大阪から帰ってきてすぐ六本木で喋る必要はないですからね、うん、それをわざわざ喋りに来てくれたってことはほんまにひまわりが喋ってたんじゃないかっていう、いや本当だよそれは、何それ、
ちょっとこのなんかやだな、このふざけた感じになっちゃってる今。スカシ会みたいにしようとしてる。それはもう全然本当にそれ失礼、そう思わしちゃったんやったらほんまにごめん。あのサムネの右上にこうさささささ点点で関町二回目点点点みたいな、なんかその失敗作問題作みたいにサムネしようとしてる。だからライス関町二人の顔、うん、カタカナでリベンジひまわり。まずなんでリベンジなんだよ。なんで一回目まず失敗してたみたいな。失敗してない、失敗、すみません。何リベンジって。いや言いましたっけ。いや今リベンジひまわりって言って、なんかリベンジってどういうこと、これリベンジ会なの。いやリベンジというかなんか、うん、まあ、いろんな話を持ってんのかなと思って、そのいやだ持ってるけど別に今1個目でまず。あそうか、いあ1個目。いやもちろんもちろん。あすいません、いやなんかギャグライドの話がめっちゃ怖かった。だからあれはだから1回目だし、そりゃ今まで起きた自分の一番の怖い体験を話させてもらって。でもこのチャンネルはもうよくわからん不思議な話でも全然大丈夫なんです。そうでしょ。でその中でひまわりが一番まあ不思議ですよね、まあ、不思議じゃん、ぶっ飛んでるじゃん、不思議ちゃんというか、うん、なんか不思議ちゃん、不思議な話じゃん。えこういう今こういう方向性でやってるんですか。いやもう全然ベクトルはもう全然違う方向行ってます今。そうだよね、さっきすれ違った後輩も、あそうヤースとか階段でなんかちょっと有名じゃん、20万人ぐらいいるんちゃいます階段で、うん、あでも、うん、今回関町さん来ていただきましたけども、うん、前回のギャグライトとかの話していただいたじゃないですか、うん、今回どういった話ですか。ちょっと待って待って、これ一発目にしようとしてるじゃん次に。してないですよ、その編集で作っちゃったじゃん。してないですよマジで。おびっくりした、わざわざもう絶対載せろひまわりの話。2年先輩に対してそれはマジで失礼、なかったことにしようとしてるひまわりの話。そんなことないです、めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、ためてためてあのひまわりまで。いや待って、ピッカピカのとか出したから。ピッカピカのひまわりがグーッと2本はぁと思って、凛としたひまわりの姿があったんですがって思いますけど、ピッカピカのもうカーがめっちゃ強かったから、ピッカピカ、ピッカだったのも、あの本当に太陽に照らされてランドセルとかっすやん、そのだからそれはピッカピッカので、ね、1年生ね。だからそれは違うの。いや本当に見たまんまの今伝えたかったから、これ本当階段普段してない人はこれリアルな話し方こうなっちゃいますから表現的に。じゃあちょっとあの僕がほんまに間違ってるかもしれないので、うん、あのコメント欄にいや私も似たような経験ありますっていうのはちょっと書いてください。それはお願いします、はい、今あの不思議な話としてこれは多分経験した人いると思うんですよね。これちょっと昨日のあの男女の会話とか、まあ、男女じゃなくてもね、うん、なんかあの会話何やったんやろうと思って、次の日会社行こうとしてパッて見たらピッカピカのアジサイが咲いてるとか。ピッカピカじゃなくてもいいんで、ピッカピカはあの本当に前日に雨が降った場合のみで、次の日ピーカンデリの時のみ採用されますから。わかりました、はい。まあ、こういう不思議な体験、そしてギャグライドの話とか、うん、不思議な体験怖い体験してますけども、え何個かあるんですか。あのだからなんだろうな、これね本当何日か前に思い出したんだけど、ほう俺一回これも10年以上前、もう俺だけじゃない体験したのが、そもそも、まあ、ポイズンガールバンド当時吉田さん、はい、グランジのダイスさん、はい、LLR の福田さんって僕らの先輩のね、はい、うん、あの東京吉本の先輩がいるんだけど、はい、その方たちとそれこそ夏場、うん、一回ね海に、ね、ドライブに行った。へー珍しい。なんか誘ってもらって、俺もまだそこまで吉田さんとも仲良くなかったぐらいじゃないかな、はい、だいぶ若手の時海に連れてってもらって、それこそ伊豆のね下田の方。うわいいっすやん。で海行って朝から行ってもうヘッドヘッドで、もう一日中遊んで、でまた車で行ったから、また車で帰ってこないといけない、うん、でその時まだみんな20代ぐらいだったから、うん、若かったから海で帰ってきたら普通終わりじゃん、うん、その後バーベキューしようっつって、うん、夜バーベキューして、うん、でそれが終わったのがもう12時過ぎ、うん、でそっからドライブ行こうっつって、また、うん、みんなでバーっていろんなとこドライブ行って、うん、で誰かがちょうど夜中3時ぐらいに、うん、肝試し行かないみたいな、うん、なったのよ、うん、で珍しいメンバーですね。そう珍しいメンバー、そんな言いそうにないじゃないですか。そうで何人か他若手芸人もいたけど、で誰かが行って、でも都内だったから、いや心霊スポットっつってもなんか関町なんかないのみたいな、俺まあ東京出身だから、
こっからだったら、まあそのまあ別に降りたりしないでいいなら、例えば青山墓地真ん中通る走ってるんで、まあ、そこ通るとかですかねみたいな。なんか都市伝説であるじゃん、青山墓地ってあのびっくりマークの標識があるっていう、その他の異常現象みたいなのが起きるとこに建てられてる、だそういうのがあるんで、もしよかったらそこ車で行くのはちょうどいいかもしれないですねっつって、夜中3時ぐらいに行ったのかな、みんなで、まあ、テンションも上がってる、もう分かってたから、で普通にバーってやって、まあ、墓地だからまあ普通に怖いんだけど、こう普通にね墓地の真ん中の、まあ、車通れる道路走ってたら、墓地から普通に白い服着たおじいちゃんがこうやって出てきた。で、うわーみたいな、みんな。何人もいるし、もう疲れももう最高潮だから、逆にテンションが上がって、うわーなんかおじいちゃんいるみたいな。で、そのまま通り過ぎて、で、うわ、なんだ今の、なんだ今のってなった。マジで。おい、何やねん。いや、マジで何やねんって。なんか一回あの若手のテンションで、うわーおじいちゃんみたいな、一回通り過ぎたけど、車止めて、いやいや飲んだ今のみたいな。ライス、めちゃくちゃリアルな、ライス関町から関町に普通のナチュラル乗りツッコミみたいな。それは墓から出てくるの？墓のもうエリア、もう青山墓地ってもう分かりやすく言うと墓、墓で真ん中に一本太い十字にこう車通れる道路みたいになってて、でその最初こう下から登ってったとこの中腹ぐらい、普通に墓から、墓エリアか、それも白いなんか着物みたいに着てんの。着物というのか、もう病院の館内着っぽくも見えたから、一瞬でこうすれ違ったから、うわおじいちゃんみたいな。で夜中3時だし、いや散歩にしても早すぎるな、早すぎるし、で変な服着てたし、でまあさっきみたいに、うわおじいちゃん何だったん、いやおじいちゃん何だったんだよっつって、もう一回 U ターンして見に行ったんだけど、誰もいないよ。でこれをもう本当に全員見てるからね、未だになんだか分かんなかった。結構すぐ戻ったのにいなくなってたし、しかもなんか無表情なの、なんかこう、そんな経過に歩いてたんですか。いやなんかこうイメージだね、この浜田さんみたいなウォーウォーってないとの時の浜田さんみたいなイメージ。これはだからもう本当にこれだけの話なんだけど、もうあの時いた全員が見てるから、誰かにあの昔見たんですよねって言ったら、あ、ま、そういえばあったってなると思う。たまたま通りすがりのおじいちゃんの説は否定できひんことはないけど、うん、でもそれにしても異常っすもんね。で俺も何回もあそこ通るけど、そんな夜中にタクシーとか以外通んないから。あ、僕もよう通りますけど、うん、なかなかその時間帯に人はね、夜中3時にまず一人で通ろうとも思わないし、うん、もう 朝明るくなってからまあ散歩とかジョギングとかで歩く人はいるけど、いま、うん、だにあれは謎。え、こんな話持ってんのに、うん、なんでピカピカの話したんですか。好きなんだよ俺、あれ、あの話が。本当に伝わって不思議な話として誰かに話したいの、いつも。ほんまにふざけたわけじゃないの。ふざけたわけじゃないの。本当に体験したからこそ、これ俺がもし誰かから聞いた話だったら多分話してないと思う。俺はもう見て体験したから、自分が体験してどうにか、もう話し方も下手だからこういう伝え方しかできないけど、うん、あの話になっちゃう。ああ、うん、この2つの体験を今日持ってきていただいたんですか。いやいや、もう一個ある、あとストーリー性もないけど、はいはい、単純に不思議だなと思った話が、まあ俺もちろん幽霊なんかちゃんとした幽霊はね、まあもちろん見たことはないというか、うん、なんかちょっとしたそのギャグライドとか、うん、さっきのおじいさんとか、うん、あれなんかおかしいなはある、うん、はい、でもなんかなんとなく守護霊っていうのがいるんじゃないかなっていうのはなんとなく俺の中でなんかあって、はい、自分で言うのもなんだけど、俺ってなんか多分もっとこの40年間で大怪我とか、ああでもそうですね、なんかしてる絶対タイプなのよ。ほんまにライブ中に足踏み外して舞台から落ちたりとか、落ちてそれが爆笑になってること、いや一歩間違ったら危なかったでみたいなのありますもんね、うんうん、そういうのもあるし、なんかこう昔から学校にある登り棒の上からなんか普通に腰から落ちたのになんかなんともないみたいな、うん、なんか例えば俺目の傷とかもあるんだけど、ここにあるんだけども、先生が保育園の時の先生があの机の足をこうやって
向こう向きにこう持ってったところに俺突っ込んでってここだけくり抜かれてる。ええー、ちょっと見せない。ここちょっと跡あると思う。ほんまや、うん、ちょっと分かりづらいですけど跡はありますね。そうでここにも傷あるんだけど、なんかこう目がっつりやってもおかしくないのに、うん、なんかちょっと助かってんだよね、うんうんうん、逆に言えば間一発で避けられてる。でなんかこれ不思議だなと思ったら去年俺は家族旅行で福島、うん、猪苗代によく行ってたんだけど、うん、その帰り、まあ、俺が行きも帰りももちろん俺しか免許持ってないから運転するんだけど、帰りねなんかね寝不足だったわけじゃないのになんかねめちゃくちゃ眠たくなっちゃった、はい、車運転してて、うん、高速道路、うん、で後ろに奥さんと子供2人が乗ってて、まあここに助手席に誰もいなかったから話し相手いないからっていうのもあったんだけど、怖い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 、あなんか眠てえなと思ってたんだけど、うん、まあそこはなんかまあ大丈夫かもう今ちょうど空いてるし子供は早く着いた方がいいかと思って多分無理してたんだね運転、うん、パーキングとか行きゃいいのに。そしたらマジで寝ちゃったんだ。うわ怖っ。でこれね本当に不思議だなと思うのか、次パッて目覚めたらカーナビが急ハンドルです、お気をつけくださいでバヤンって目覚めた。急ハンドルってのはどういうことなんですか。急ハンドルですってのは車が多分急ハンドルしたら検知して、急ハンドルを検知しました、運転にお気をつけくださいって結構な多分あだから、ね、障害物避けたりとかするときとか、うん、でそのね急ハンドルをお気をつけください、俺左車線走ってた、うん、意味わかる、うん、どういうことかって言ったら多分だけど急ハンドルお気をつけくださいってことはこっちじゃないじゃん、ってことは俺多分無意識にこうぶつかりそうになったら多分こうやってんの。え一番最初から左車線に左車線で走ってて、で多分寝ちゃってでこうなってたの多分俺の中ではね、俺もう完全に寝てるから無意識でやるわけないの。なるほど、だからこの左車線走ってて、うん、急ハンドルお気をつけくださいで目開けた時には左車線普通に走ってる、走ってたの。だからもうってことはもう何かの力でこうやってくれてる、ね、あ怖っ、うわーと思って、うわー今完全寝てたと思ったけど、え急ハンドルってずっと頭の中でどういうことと思って、めちゃくちゃ怖くて、それがでもよく考えたらあれなんか助けられてるみたいな、全くそういうの信じてなかったけど、うん、すっごい不思議な体験だから、なんかそういうもう40年間なんか目に見えない何かでなんか助けてもらってるなみたいなのがただあって、運良かったなとかよく言われるのよ。これ一発目にこの話って、うん、今日むちゃくちゃ強いんじゃないですか。いや一発目ちょっとひまわりの話絶対使ってよ、ひまわりの話3発目今日これ今の。いや、まあ、その守護霊の話もね、あと、うん、急ハンドルの話もめちゃくちゃ良かったです、うん、もうまた来年ちょっと出てほしいんですけどもうないじゃないね、もう一回するよひまわりの話。いやそれだけは、なんだよそれだけはって、それだけはもう大事な時に撮ってくる。ひまわりじゃないかそれそれそこでクッション。それは何なんですか、ひまわりやったとしてもいや明日ここに咲いてたらすごいだろう。いやそれはめっちゃすごいです、すごいすごい、意味わからんやったとしても意味わからん、あの怖い話があったからとも思われるし、何してんすかって言いますもん悔しいよこれは。でもほんまにちゃんと怖い話もありましたし、うん、嬉しいです、ありがとうございます。だからその一発目は皆さん本当超不思議な話として、いやそれ一発目とか言って順番変えねんくなる、変えんなよ、だから失礼だろ先輩の話俺が一番いいと思ってして話なんだ。ほんまに一発目でじゃあ行きますよ、もしで僕らのチャンネル多分10万回ぐらい平均で絶対回るんですけど、だいたい離脱率っていうのが出るんですよデータで、で7割ぐらい全員聞いてくれてるんですよ、7割から8割動画のね30分あっても20何分ぐらいとか聞いてくれたりするんですけど、うん、これで離脱率ひまわりからもパーンってなったらちょっとだいぶ嬉しいからだいぶ嬉しい結果になるから。嬉しい結果ってそのもうやめてよそので僕は熱望してたんで関町さん出てほしいっつって。いやそうだよね、だって、
連絡して2回目、俺まさか2回目来るとは思わなかったもん。ボケて言ってんのかと思った最初。そのぐらいありえないと思ったから。でその時はお疲れ様ですって入れないですよ。ねえねえとかから行きますよ僕。そのいやいや仲いいからこそそういうの指摘しそうじゃん。いやいやそれはさすがにやっぱ。あそう、本当に聞きたかったんで、うん、ありがとうございます。いやいや よかった。いやこれ実はね僕、うん、関町さんのことを LINE 上でもひまわりって呼んでるぐらい、うん、僕もひまわりの話ちょっと皆さんに聞かせたかったんですよ。そうだそれちゃんと言ってよ。で正直言いますけど、うん、そのひまわり一本よろしくお願いしますって、うん、もう単価なんででもいいでしょ今のひまわり一本よろしくお願いします。大事なとこだったけど言ったぐらい、そうそう好きな話なんですよ。ひまわりって言うなってねずっと俺が、はい、うん、ひまわり一輪お願いしますって階段一輪お願いします。階段一話みたいな感じでひまわり一輪って言うなってずっとそのやり取り。じゃあお願いします、うん、って今日来ていただいて。そうそうそう、だから本当は僕も結構好きなお話なんですよね。だから皆様も本当に楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。そうです、こういう話もあるよっていう逆に幅広がったんじゃない。関町さんお忙しい中、はい、いやいや飛んでます。なんとですね、告知がございまして、関町さんが、入ってるユニットのメトロンズっていう、うん、ユニットコント集団、キングオブコント優勝したライス、そして、うん、サルゴリラ、はい、で本当に芸人から愛されてるしずるさん、この6人でですね、うん、脚本、作家はですね、中村元樹さんで、はい、今回ですねメトロンズっていつもしずるの池田さんが書いてたんですけども、うん、今回はライスのジンさんが書いてるんですよね、うん、そのジンさんがまだ寝てるやつがいるっていうタイトルで、うん、今回は、まだ入ってないよね、寝てるやつがいる。あ、すみません、うん、いやでも俺は感動してる、こんなにメトロンズの情報を、はい、ね、寝てるやつがいる、詳細をこんなに伝えてくれる人、いつもメトロンズのメンバーが本当喋って MC の人がポカーンとしながら聞いてるっていうのが普通なのにこんなに詳細を抑えてくれてるの嬉しい。いや僕はだからずっと一番笠松から見てるんで僕は、うん、その一番最初初期から見てて、で YouTube で配信されてる回もあるので、うん、もしよかったら見ていただきたいなって。でそこからなんですけども、今回ですね、今まで正直1回目の公演とか関係者90名とかやったりしたんですよ。あの恥ずかしい話、はい、もうとにかく埋めたいから、で芸人がわざわざ休み取って見に行くぐらい大ファンが多いんですよ、うん、で今回サルゴリラ効果があって、うん、もう出せば完売、追加日程やっても完売完売と。今まで7公演だったの9公演という。生で見たいという方がいらっしゃるんですけども、あのですね、吉本は配信チケットをやってるんですよね、はい、で、まあ、メトロの一番一個だけ切らないところがあるのが、うん、なんか定点の1000円ぐらいのとカット割りしたやつ、うん、はいはい、なんか2つ出しよるんですよ。すいません、で僕は2つ買っちゃうんですよ。ありがたいよね。でもそれぐらい本当に忖度なしで本当に面白いんで、もしよかったら配信の方も買っていただけたらなと思います。そちらの情報源はですね、ライス関町さんの、X の方を貼り付けてますので、よろしくお願いします。そちらの方から入っていただけたらなと思います。メトロンズも X やってますんで、もしよかったら。そうなんです、ね、メトロンズって調べていただければホームページもございます。あ、じゃあ概要欄にじゃあメトロンズのやつ貼ってくださ、ね、そうですね、 X とホームページを貼っていただければ。ありがとうございます。いやいや、本当寝てるやつがいるというタイトルで、はい、多分フライヤーとかもすぐパッとここら辺概要欄に出てるかな。あ、ありがとうございます。出てなかったらすいません。そういうこともできるんですね。概要欄から入っていただけたらなと思います。うん、はい。というわけでお忙しい中、NGK の出番と大阪から来ていただきました。いや、全然です。はい。ありがとうございます。というわけで本日はライス関町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もしよかったなとか、いや、今回はあんまやったかもしれんけど、本当に、今までチャンネル登録してなかったけど、関町さん出てないと、ちょっと一回チャンネル登録するわっていう気持ちで登録していただければなと。チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知、ぜひよろしくお願いします。というわけで本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。